皆さんこんにちは WithAI チャンネルへようこそ今回は ChatGPT を使って初心者でも簡単に仕事の効率化を実現する方法をお伝えします ChatGPT はすごいすごいと言われていますがどういうふうに使っていいかわからないどんなふうにすごいのかわからないといった方向けに使い方について7個7つの使用例をご紹介したいと思います チャット g p t をまだ知らない方でも GPT を使って仕事の効率化を実現しましょう。まず一つ目です。一つ目は何から手をつけていいか聞く方法です。何か勉強したいことがあったとします。また何かゴール、何か達成したいゴールがあったとします。そのゴールに向けて何から始めたらいいか混乱してしまう方はいらっしゃいませんか 例えば、当育が現在500点で、次の当育の試験に、試験までに700点取りたいとするとします。どういった勉強法がいいのか、どういった手順で勉強した方がいいのかというのをチャット g p t に聞いてみましょう。やってみます。 今回は、TOEIC の点数をアップするための学習ガイドラインについて問いました。すると、i c 500点から i c 700点を目指すには、計画的で効率的な学習が必要です。以下は、一日あたりの勉強のガイドラインです。このように、一日の勉強のガイドラインをチャット g p t が作ってくれます。これをもとに、学習ステップだったり、勉強の 手順だったりを知ることができますこの方法は学習だけでなく仕事にも使えます。私はある企業の B2B、HR の新規顧客開拓を支援する新しいコンサルティングプロジェクトを抱えています。初めての試みなので何から手をつけていいかわからないです。このプロジェクトを成功させるためにステップバイステップのガイドを作成してください。 このように新しい事業や何から手をつけていいかわからないことについて ChatGPT にステップバイステップで教えてくださいと問うとこのようにガイドを作成してくれます途中で止まってしまったら続けてと打ちますさらに ビデオゲームのような感じでとお願いすればゲーム感覚でタスクをこなしていくような工夫もできます次にメール作成アシスタントについてお伝えしますメールを作るのに時間がかかってしまったことはありませんかメールという単純作業がに時間を取られると手をつけたい仕事がはかどらないことがあります そういう場合はチャット g p t にメール文章を作ってもらうことで仕事の効率化が図れますこのように送りたい内容とメールのたたき台のようなものをチャット g p t に送りますすると実際のメール形式でチャット g p t が返してくれます このように必要最低限の情報を入れることで綺麗な文章が返ってきます。そちらをコピーして貼り付ければメールの完成です。今度はタスク管理アシスタントについてお伝えします。やるべきことがたくさんあると何から手をつけていいかわからなくなったり抜けてしまうことがあります。その場合はチャット GPT に どのような手順で実行すればより効率的に行動できるか優先順位をつけてもらうことができます私は現在のタスクの多さに手一杯でどうにもならない気分です。以下は私のタスクです。午後5時に電話。 午後2時に書類を受け取る必要があるというようにチャット GPT に会話で言葉でやる,やるべきことを羅列しますするとチャット GPT がそれを評価して緊急性と重要性をの順にタスクを優先順位をつけてもらうことができますこのようにさまざまなタスクを伝えそれをカテゴリーに 分類ししてて優先順位をつけてもらうことができました今度は専門用語や何か調べ物をしたい時に何どこから調べていいかわからないということがあると思います。そのような場合にチャット g p t に問うとどの場所を参照すればいいかについて教えてくれます。例えば 例ええば日本全国のの牛乳の消費量についいいてて知りたいと考えています何を参考にすればよいかわからないので参考になる資料やサイトを教えてくださいこのように知りたいものがあるのに何どこから参考にしていいかわからないという時はチャット GPT に聞くと答えが返ってきますまた このように法律的な専門用語を理解して潜在的な問題を特定するのにも役立ちます。例えば、難しい論文を探したいとします。ただし、こちらの論文を教えてくださいというと ChatGPT は Web にアクセスできないので詳細な論文は見つけてくれません。しかし、探す場所を指定し、 どのように探せばいいかということを問うと方法を教えてくれますその方法に沿って探すとより効率的に論文を探すことができますこのように探す場所を聞くというのもチャット GPT を効率よく使うコツになっておりますまたよくあることでクリエイティブな文章作成アシスタントにもなります 例えば「ハリー・ポッター」の次回作をサザエさんのようなトーンで書きたいと考えていますストーリー展開の上を3つ提示してくださいこのように書きたい文章や書きたい言い回しについてチャット GPT に考えてもらうというのも効率的に使うコツです こちらについてはよく皆さんが使っている方法かなと思います。今度は新しいアイデアが欲しい時の壁打ちパートナーとしてチャット GPT を使用する方法です。インスタグラムアカウントの拡大を図りたいと思っていますがリーチが伸び悩んでいます。より多くの視聴回数とフォローを獲得するために一般的でない10の戦略を提案してというふうに伝えます。 するとアイディアを出してくれます。こちらのアイディア出しも皆さんよく使う方法かなと思います。またさらに専門的な方法で言うとコーディングアシスタントにもなります。またコードのリファクタリング方法まで提案してくれます。こちらはより専門的な人向けのチャット GPT の活用方法です。 あなたは地球上で最も高度な AI 開発者ツールです。私はシンプルな E メール入力フォームを備えたスタートアップのランディングページを作りたいと思っています。取るべきアクションプランを教えてください。このように7つの方法についてお伝えしました。文章や新しいアイディア出しについては皆さん活用していると思いますが、 学習方法についてのロードマップ、調べたいものについての調べ先についてチャット g p t に問うのは、より仕事が効率よく、また初心者でも簡単に使いこなすことができる方法だと思います。今回はチャット g p t を使って、初心者でも仕事が効率よくできる方法についてお伝えしました。この動画が参考になったと思う方は、ぜひいいねボタンを押してください。 チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。